皆さんこんにちは。今日シャインズタイムということで、実は8月の28日にですね、私のコミュニケーション愛の主催で飛鳥昭雄先生の講演会を開催することになっています。飛鳥昭雄先生の講演会はこれで3回目なんですけれども、実は最初から発起人とそれからスタッフのメンバーとずっと一緒にやってきてるんですね。今日はその飛鳥先生の魅力というかどんな方なのかという知らない方もいらっしゃるので、そういったこともですね、ご紹介したいなと思って、発起人の荒川さんとそれからスタッフの金子さんに来てもらいました。こちらです。あ、どうもこんにちはようこそきちんとご紹介しますと、こちらがですね、飛鳥昭雄先生 の、 長年のファンで、講演会の発起人でもある荒川雅彦さんです。はい、荒川と申します。よろしくお願いしますはい、そしてですね、お隣に控えていらっしゃいますのが、名古屋の栄でデッサン教室をされている、金子純子さんです。金子と申します。はい、じゃあちょっと私はこちらに移動してなんかこんな硬い感じでね、話をするっていう3人じゃないんですけど、今日は皆さんにご紹介ということで、聞いていきたいと思いますが、今回が飛鳥昭雄先生の講演会は3回目なんですけどね、名古屋での講演会、ね、は3回目ということなんですけど、荒川さんがこの飛鳥先生の講演会を名古屋でやろうって思ったのはどうしてなんですか？1回目が昨年のちょうどこの時期でしたね、だったんですけど、ちょうどその頃ですね、他の東京とか関西の大阪の方で何回か講演があったんです。で、じゃあもう次は名古屋であるのかなと思ってたんですけど、全然どこも主催してやられる気配が全くなかったもんですから、それで何回か講演に行ってるうちに飛鳥先生ともちょっとお話しする機会がありまして、でちょっとご相談ということで、名古屋でもし企画をしたら引き受けていただけますかというようなお話をしましたら、快くいいですよということでしたので、はいはい、OK してもらった時どんな気持ちだったんですか？いや、ですね、先生から直接お返事いただいたのは、自分仕事中にいきなり僕の携帯に電話かかってきました。職場の電話に電話かかってたんですよ。当然仕事の関係の電話かと思ったら、飛鳥ですって言って、びっくりしましたね。受話器持ったままちょっと廊下に飛び出てっていう感じだったんで、驚いきましたね。はい、飛鳥先生の大ファンって、いつ頃からですか？僕大学時代だったので、今からで20年ぐらい前ですかね。こういう世界の話だと「ムー」っていう雑誌あるじゃないですか、学研の。当時あれに似た雑誌で、小学館から「ワンダーライフ」っていう雑誌が出てたんです。で、それ創刊した時はちょっと知らなかったんですけど、ある時本屋さんで、なんかそんなような雑誌があるなと思って手に取ってみたら、その時にその先生漫画を載せてらっしゃるんですよ、ショックサイエンスっていう。でそれ読んでもびっくりしまして、なんだこれはって、今まで知ってる常識がひっくり返るようなことが書いてあるんですから、それでもう驚いてファン、もう即もうファンになっちゃって、でそのまで出てる本とかもすぐ買い集めまして、当時そんなアマゾンとかないもんですから、古本屋もあったりだとかして、もうとにかく買い集めたますね。はい、いろんな本を出されてますよね。そうですね、はい、今一番特に先生が、はい、興味があることっていうと変ですけど、なんかよく出されてる本ってどういう分野の本が多いですか？今一番メインで出されてるのは学研のムーの、ネオパラダイマスカっていう新書のシリーズなんですけど、あそこから出てるものはもうテーマいろんな全方向を順番にこう取り扱う感じなので、特にこれこれこれっていう感じではないんですけれども、ただ一応先生としてはそのシリーズの中でまた UFO ものをちょっと
しばらくはあのメインでやっていくんじゃないかなという話はしてましたけど、うん、UFO ですか、ただあの徳間書店さんの方では今度はあの日月神事のこととかっていう関係で、うん、やっぱりあの日本と古代ユダヤのこととか、うん、それのこととか予言のこととか、うん、だからもうあらゆる方向ですね、まあ、あの昔からもそうですけれども、うん、はい、あの出されるということをおっしゃってましたね、うん、はい、ね、先生のその興味の対象というか研究とか調査の対象ってすごく幅が広いんで、あのよく紹介しようかなと思うときにすごく難しいなって思うぐらい幅がありますよね。そうですね、で今回はピラミッドと2012年の予言っていうタイトルなんですけど、そのピラミッドとかそういう古代遺跡っていうことにももう昔からお詳しいんですか、飛鳥先生は。ピラミッドとかその古代文明の本も昔からあの出してましたね、はい、あの金子さんはあの去年の、講演会の時から飛鳥先生を、ね、はい、まあ、知ったという感じ。そうですね、なので、まあ、飛鳥先生に関しては、うん、まだあの入門ですね。はい、たまたま飛鳥先生に関しては入門なんですけど、うん、まあ飛鳥先生のライフワークというか、うん、活動範囲のものとは、まあ、私 の、 あの好きなものは重なってましたので、うん、それで、まあ、お話聞いても面白いなと、うん、講演会でも男性の方が圧倒的に多いじゃないですか、うん、もちろん女性の方もね、もちろんいてどんどん毎回増えてるような気がするんですけど、女性の身からして金子さんどうです、先生の話のこう内容とかどういうところに面白みを感じます。スピリチュアルでもないんですけど、現実社会ばっかり見てるじゃないというところでは、女性なんかは割合そういうね、不思議な世界とかスピリチュアルな世界というものを理解している、女性が多いという切り口でいけば、まあ聞けるのかなと、話が面白いのかなというふうにも思いますけどね。科学からっていう感じの切り口でいくと、うん、まあ、女の人にはちょっときついかなという感じなんですけど、はい、まあ、なるほどね。そうスピリチュアル的な感覚で飛鳥さんを捉えていくっていうか、うん、そういうふうに考えていくと話としては、うん、面白いのかなというふうに思いましたね。神社のことも詳しいですよね。そうですね、神社の何、鳥居のこととか、いろいろな行事だったり、そうですね、まあ、お祭りのこと、まあ、日本の文化ってもう規則切りになっちゃうかもしれないけど、しきたり的なものもどうもルーツと関係があるみたいな話、いやそうなんだと思って、すごいびっくりしたんですけど、先生も独自で調査をしてるっていうところは強いのかな、どうですか、長く。それは基本的に独自でと言われてるんですけれども、うん、やっぱりなんか先生をこうに情報をこうもたらす、まあ、そういった方たちもいるみたい で、うん、でそういった情報を、まあ、そのまま出す時もあるみたいですけれども、それにまあ自分ご自身で調べられた情報をまあ加味してこう発表するということはもうしてらっしゃいますので、うん、その辺でいろいろね、独自の説とかも出されたりとかしてますけどね、うん、私去年その講演会で初めて先生にお会いしたんですけど、うん、